Hello, this is Hiroshima Hayashi, h a m a City Japan.Alien's War at Puma Punk on h i r o s h i h a y a s h i s Nazca Theory.Alien の戦争、Puma Punk。林氏のナスカ理論によって証明します。Puma Punk はかつては壮大な建物を誇る大都市でしたが。がある日、一瞬にして破壊され、滅びます。その、まあ、破壊、 のされ方を見てですね、まあ普通の破壊ではないということは分かっています。まるで大きな爆風によって、えー、吹き飛ばされたかのように建物の断片がですね、岩い岩わいわが四方八方に飛び散っています。現在のプーマープンクです。気はなくですね。で、今はこうした残骸が、まあ、残っているわけですけども、誰が どのように、どうして破壊したかということなんですね。しかしそれも私のラスカリ論を使えば簡単に説明がつきます。まず、プーマプンクからラインを引いてみます。えー、プーマプンクから、これがプーマプンクですけども、現在の、その中心部から、まあ、2箇所に分かれてますけどもね、遺跡は、三、えー、サンサの大食台に向かって線を引きます。これは まあ、いわゆるその方向をですね。巧みにまあ、こうした植題の形で隠した方向指示えサインですね。そして点を描くまあ、点をつないで絵を描いたわけです。でこの黄色い線がプーマプンクを見ています。アタカモンのジャイアントも同じ方式で描かれています。目と口をつなぎますとプーマプンクに繋がります。まあ、プーマプンクはそれだけ重要なまあ、拠点であったということになるわけです。 が、そのププーマプンクは破壊されます。では、ナスカを見てみましょう。プーマプンクの線は非常に長いです。そして、まあ見ていただくと分かりますように、ところどころ、まあ何本かの線によって消されています。まあいわゆる破壊されているわけですね。で、この線についてですね、車のわだちかもしれないというふうに考える人もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとお待ちくださいね。 今黄色い線で断片的に残っているプアマプンクの線を行きたい行とたどっています。まあ断片的に残ってますからそれをつなぐことができるんですね。しかしまあ見た感じ90%は破壊されています。プアマプンクは非常にこう例外的なって言いますか。あのこの辺りでは例外的に破壊された遺跡でありまた破壊されたまあそのナスカの線も破壊されているということですね。 で、ここへやっていきました。で、なぜ破壊されたかということなんですけども、その前に一つ注意しておきたいことがあります。ここの部分を見てください。車の私のように見えますね。ですから、まあ、車が、まあ、中央に走って、そして、プーマブンクのラインが消えたというふうに、まず、皆さんはお考えになると思いますが、これは以前にも精査しましたが、車の私ではありません。この幅が37メートルです。 その半分が18.4メートル。だいたいこれぐらいの幅ですね。そして、これからよく見てくださいね。この真ん中に黄色い点が見えますか、1.8メートルです。ここに黄色い線が見えますか、よく見てください。車の幅は、まあ、ンでね、ミバンで1.7メートルですから、それよりもややちょっと、まあ、広い、10センチほど広いということですね。で、車をその大きさにしておいてみますと、こんな大きさになるんですね。すなあち、この縦線は、 車の輪だちではありません。車が走ったために破壊されたというふうに説明されていますけれども、車がこんな線を作ることはできません。えー、高音機でもできませんね大き大きあの。線の幅が大きいです。ということは、まあ、他にも探してみますと、まあ、皆さんはなすかと言いますと、破壊された線、破壊された部分についてはほとんどっていいますか、私が知る限り全く誰もいません。しかし、私はこの破壊された線に気が付きました。 あちこちで人為的にライン、ナスカが破壊されています。特にグランドクロスの西側ですね。で、破壊が大きく進んでいます。いわゆる証拠隠滅をしたか、あるいは、まあ、プーマプンクを破壊すると同時にですね、エイリアンたちがこのプーマプンクのラインも消したというふうに考えています。なあち、想像と破壊、これを繰り,した繰り返したのが、またエイリアンの歴史でもあるわけです。 特に今言いましたように、このグランドクロスの西側ですね。この丸の部分です。拡大してみますと、縦横に縦横に、まあ、まあ、線が乱雑に走っているのがわかります。で、私の結論は、とてもシンプルです。プーマプンクは、ナスカのプーマプンクからのラインを破壊することができた人によって、同時に破壊されたということです。つまり、人間ではありません。 エイリアンですということで、プーマプンクの謎に、まあナスカリ論を使って、迫ってみました、えー。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much, and bye for now.Hello, this is Hiroshi Hayashi h a m a m a c e i Japan.Today's story is about a lesson we have to learn from the ancient history. スポーツ is one of them.In Japanese, 皆さんこんにちは。今日はペルセポリスを例に挙げて、私たちは古代の歴史から何を学ぶべきかということを話したいと思います。ペルセポリスというのはですね、あの地図上ではですね、ギザと 当局イーストポールのちょうど線上、まあ、にありますエラーは2 1キロありますこの時点ここでですね、えー、そのペルセポリスですけども破壊されたというよりはですね、まあ、もちろんあの歴史的に破壊されて遺跡になってるわけですけどもあの破壊のされ方が大変その何て言いますかプーマプンクと似てるという点でですね 明らかに何らかかににの、まあ、核攻撃を受けて破壊されれたという,ふうに考えられます。プーマプーンクはもうあの核攻撃によってあの破壊されたということが分かっていますかつてはこんな壮大なまあ何て言いますか寺院というか建物があったんですねでイーストポールですけどもこここれがプレハビヒアそしてもう返上だダロ。 そして一番左にギザがありますが、ペルセポリスはこの直線上にあるわけですね。ただ、イーストポールはあの3つありますからね、あのウェストポールの反極点と、それからあの北極から来る線と南極から来る線と、ややあのエ,ラーエラーが,手があり出ますで。ペルセポリス,ポリスです。あまあここの,あのエラーが2 1キロあります。まああのに 私の経験では 20, 20キロ前後というのはもうエラーの範囲には入らないんですね。で、これはペルセポルスの壁画なんですけども、まずこの壁画を見て驚くことは、全く同じなんですね、この人の,人の姿が。いわゆるまあ大量生産的に、現在風に言えば、ンカットされたように同じなんです。まあ、こうした例はあのあのペルセポルスだ,だけではなくてです、ね、いろんなところにありますが、ペルセポルスの場合はです、ね、上下が同じだということですよね。 あの上下の,あの人間像があの同じということで,でよくね見ますとあの隣同士は似てる部分もあるし似てない部分もあるというかまあそれがあのまちまちなんですけどもねあのそういった特徴がありますま。だけどまあ全体として見るとあのどうしてこんなことができたのかなっていうかまあ人間擁護派の方はですねそれだけまあ人間が努力したんだってことになりますけども。 まあ壁画ですからね、その壁画一つ一つに全く同じものを彫刻していくということなんですね。こうした例は例えば、アクサムの,あのオベリスクにも見られるんですよね。あのこれ前、一度精査したことありますけども、本当に寸府、たがわずと言いますか、上行けば行くほど正確に縮小されてるんですよね。そしてこれの同じ模様があの地下聖堂にもあると。それからブッダガヤですけども、ブッダガヤでも同じような手法が使われてるんですよね。 あの極めてあの静地にいてますかあの静密に作られているそしてプーマパンクですまあ、このプーマパンクはもうあのいろんな学者が入り込んで研究され尽くしておりますけれども明らかにあのマシンカットされたというか。 ますね、これがまたペルセポリスに戻りますけども、やはりペルセポリスでも全く無なっていますから、まあ、これ、精査すればすればそうだろうと思うんですけど、まあ、あの寸部たがわないあの石像物が作ってあるわけです。で、これがアクサムですね。アクサムはあの巨大ですからね、高さが地上部だけでも24メートルでしたか、あるわけですね。ブッダがやもそうです。 どうしてまあこうして同じようなパターンで同じような石で作るのかということですけどもプーマープンクをと例のを挙げていますとプーマープンクの場合はですねあのー、極めて精緻でこれはあのレザーカットでもカットしたんではないと言われて言わいるぐらい精密なんですよで顕微鏡写真なんかも私見たことあるんですけどもあのー、レーザー光線でカットしたような縦線すらもないというか極めて高度なあのー 加工技術によってて作られいいるてととうこなんですしかもこの岩がですね大きいのですと131トンもあるんです131トンの岩をですねで2番目のでも85トンもあるとでそういった岩をですねあの10キロ先とか90キロ先から運んできてるわけですでこれあのこのプムプンクは丘の上にありますからティワナコでも、ね、あの坂をグっと登って運んできたっていうんですけども どうやって運んだかということは、いまだに説明がつかないわけですよね。こういった例は非常に多いわけですけども、説明がつかないということをイコールまあエイリアンというふうにまあ結びつけるのは間違いかもしれませんけども、じゃあ人間かというと、もっと難しいですよね。説明つけないことを人間に結び,結びつけることはもっと難しいわけですよね。で、まあ、プームプンクの場合はですね、もっと面白いことに、このゆいい岩といいますかね、削った岩がですね、 パズルのように組み合わせられているということなんですね。モルタルは一切使われていないんです。そして、そのカミソリの刃1枚入らないほども精密に組み合わせられているということなんですね。それがプーマムークの特徴なんです。まあ、極めて高度な、まあ、技術がイン,カ人にインカ人にあったというふうに言われていますけども、インカ人がこんな技術を持っているわけなんですね。というのは、その後何百年も経ったインカ人ですらも同じ技術を持っていませんでしたから。 まあこれはあのプーマン文ンクの言の岩の構造図を図解したまあ絵,なんです絵なんですけども、もう極めて先ほど言いましたようにパズルのように岩と岩が組み合わせられて、紙そより一枚入らないほど精密に組み合わせられているんだということを説明しているわけです。それじゃあ、この豚がやの,この、ね、塔はどうなのかということになるわけです。パゴダはどうなのかということになるわけですね。 あるいはこのアクサムのオベリスクはどうなのかということになるんですね。極めて精緻に作ってありますね、これあの。そして言う,言うまでもなくペルセポリスのこの人間の像はですね、さらにまた精密にこうなっていますか、まあ、あの別のなてますか形ではありますけども、やはり同じように精密に作ってあると。というようなことから私はですね、もっと私たちは古代の歴史に謙虚になるべきだと思うんですよね。 かって人間とエイリアンは共に住んでいたでこれがペルセポリスですけれども先ほどもお見せしましたけれどもこのペルセポリスがですね今はこうなっていると。まあ、あのちょうどですねあのプーマプーンクが、まあ、あの核攻撃によって攻撃されて破壊されたとように Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamam City Japan. This is a story about Pumapunku and uh, Tiwanaku, which were destroyed by nuclear weapons by aliens long time ago. Uh, this is uh, Puma Punk, uh where uh, sort of uh, nuclear weapons, was or were weapons were used to destroy, and now we can see some ruins like these. Uh, another archaeologist, according to the sort of uh, official uh, website of uh, the archaeologist, uh, as the Pumapunk, uh, it says like this. あの岩をね自由に空を運んだとそしてアイルランドからイギリスまで運んだという、まあ、そういった伝えもあるとあるいは兄大の宇宙船がやってきてプーマンプンクを建設したという伝説も残っていますで最後はですね水爆を使ってですね 粉々に破壊されたとで何千年か前にねあの大洪水のあので滅んだという説もあ,あるけれどもしかしプーマ文化滅んだのはそんな昔のことではない何千年も前のことではないんだとですから時代が合わないというようなことを、まあ、ジェイソン・コラビトという、まあ、あのあのホームページの方では説明しています。 in uh, ancient times. Tuanako in ancient times, and one day uh, a, a nuclear uh, weapon was uh, uh, blown up. And Tuanako in ancient times, but uh, it was destroyed like this now. Uh, Tuanako now, Tuanako now. Uh, very.

まあ昔はこれ全体が一つのピプーマ・ポンクという一つの大きな巨大都市だったと思われますが現在残っているのはこれだけなんですよね。これはプーマ・ポンクです。This is a Puma Punk. A lot of rocks and huge rocks and stones are very sharply cut, not with a razor cut machines. マイクロスコープのオ fact. まああのこのカットがですねあのレザー光線でカットよりもはるかに成功な切り口をしているそうですね。あのレザー光線でカットした場合には細かい顕微鏡で見ると細い線があるそうですけどそういった線もないそうです。 じゃあ、ナスカ理論によって、With my Nascar theory, let's examine Tiwanako.Tiwanako を調べてみましょう。えー、Tiwanako からです、ね、あの線をナスカ引いてみればいいんですよね。簡単なことなんですよ。そして同じ線が見つかれば、まあ、あの必要十分の条件ではありませんけども、必要な条件はそれで満たされるわけです、まあ。その前にこの角度を測ってみますと、ほぼ90度なんですね。正確には90.7度です、まあ。ほぼ直角三角形を作っているということなんです。上がナスカです。 The angle between them is about uh, 90 degrees, or actually, 90.7 degrees. This is a Takama giant, and watch the line f from the right top. This yellow line, yellow line comes from uh, Tiwanako, and the line uh, uh, crosses over the uh, eye and uh, mouth. This is a way how radians uh, shows the direction in every way and uh, also for example bryce integrates in usa and also somewhere somewhere anyway this is again and you, you will know that uh, two points show the uh, direction to, to an This is one reason why Tuanaco had, had something very strong To do something to do with、uh, aliens This is Nesca And this yellow line comes from Tuanaco And、uh, yellow line goes straight to On、uh, on this line That means、uh, this line in,、uh, Show the direction to Tuanaco これはですこの線はですね Tuanaco を示しているということを示すわけですまあこれがあのハイシ氏の Nesca 理論です、uh, 重要な遺跡へはこのように線があるわけですね The is, why and how and what for? Uh, Tuanako was destroyed. This is the greatest uh, mystery, and even to kill tiny, tiny human beings, they use nuclear weapons, not necessarily to do that. And Tiwanaku was, uh, and as well as uh, uh, Pumapunk were destroyed together. Why did they destroy Tiwanako? Why did they destroy Tiwanako? Why? Why did they use uh, nuclear weapons, big weapons, to kill tiny human beings? Powerless and weak human beings. What's for? This is a mystery. The, the answer must be uh, like this Was there a war between aliens? It could be possible between bad aliens and good aliens. Or bad aliens use uh, nuclear weapons to kill people as a warning lesson, like, uh, like Mohenjo Daro Pakistan. Or only this man knows the other reason why. This is a man in Japan in uh, South Africa, a South African Fermanagh man, called that, an alien. でところがですね、この面白いこことにですね、このマスターの岩船とですね、日本ですよ、このあープーマープンクの,あの岩に掘ったものが、ね、大変よく似ていると。いわゆる、まあ、形は違いますけど、ね、掘ったコンセプトと言いますかね、は大変よく似ていると同じだと。私はそういう,ふうに感じましたね。どうしてこの、why uh, uh, the r e l a x i n the プマプンク is now in the Masuda, n a r Japan? This is very、uh, kind of mystery,、uh, kind of mystery isn't it? Pum punk is here and uh, over the pacific ocean the line year line comes up to uh, masuda nara japan long way but not no long way for aliens yafune in na masuda nara japan is here this is another mystery i have found or is this just, me, uh, just a coincidence i'm not sure but i'll try to find it out thank you very much for watching and see you next time bye watch please watch next following